パンさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、富士ゴルフパークの、まあ、ショートコースに来てるわけですけれども、はい、6ホール終了しまして、はい、僕がパープレーと、はい、で、まっちゃんがワンオーバーと。そうですね。で、まあ、こうイメージを出しながら、はい、まあ、練習も兼ねて、まあ、やってるという感じなんですけど、はい、これ7番ホールは、まあ、105ヤードぐらいだったよね。そうですね。今一番奥で105。一番奥で105、はい、で、まあ、これ僕52で打つんですけど、はい、イメージ的にはバックスピンがかかんないように、はい、ちょっとこう前に生かす感じで打ちたいと思います。で、なんかここから打っていいみたいなんで、あ、ここの多分、うん、そうですね、まあ、一応このティーグラウンドの中なんで、うん、ちょっと沈むんだけど、はい、この方が多分下がふわふわで打ちやすいんで、ここからちょっとね、ピンが奥だから戻したくないってことですもんね。はい、そうです、そうです。わかりました。ちょっとアゲンストか、若干左からアゲンストなのかもしれません。当たったか今。次は当たりましたね。パサパサパサって言いましたもんね。当たってるね。え？あの今えっていうワッホさんの顔とかが、うん、全部アップにしたままで寝ぼちたやつ。当たるんだね、お次はね。結構向こうまで。まあワンピンじゃないな。当たったから5メートル6メートルショートしてます。左手前だとあるじゃないですか。そうですね。奥でもこう、あ、だからいつもより低い球でいったから当たってんだね。あ、そういうことですね。うん、じゃあ僕は右からハイドローですね。ちょっと高い球打たないと。そうですね。うん、はい、そういうことですね。そういうことです、はい、右からハイドロー、お願いします。ハイドローで、うん、フックラインにつけて、フックの小田を、フックの小田を見せたいと思います。はい、お願いします。ないわこれ。ちょっと弱いね。うん、まあ5メートル手前ですね。まあフックラインなんで。そうですね。はい。そこはあの譲れないね。そうですね。まああの全てがねうまくいくわけじゃないですよ。あ、そういう練習だから。そう、こういうの失敗もしながらも、うん、スコアメイキングですね。うん、だからでもそうやって狙わないとうまくならないって言ってたね、近藤さんが。そうっすよね。うん。だけどただ打ってるだけじゃ。うん。ただ打ってるだけじゃ試合だとわけわかんなくなるんですよ。だから今日、まあ、これ3周目、はい、視聴者さんとさっき回った時に、はい、あのここローボールで行きましょうっつってね、やったりしたんだけど、 その時にやっぱりみんなミスしたりするわけじゃないですか。私もシャンクしたりダフこの池に入れたりね、そう、奥行ったりもありましたけど、だからそういうのもやっぱりこうイメージして練習することで、そう、ね、本番ちょっとできるようになったりするんで。林の中入ってもそういうのできれば乗せられて、うん、まあ、パーとかバージで上がったりすることってあるじゃないですか。そう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 、そういうのが、うん、まあゴルフっていうか。そうだね。なんかやっぱりタイガーがみんなから好かれてたのって、うん、こうありえないところからありえないショットしてバーディー取るから面白かったみたいな。面白かったね。なんかこう淡々とやってうまいのも、うん、まあ見てて面白いけど。そうだね。林の中からとか難しいところで、そう、ほが盛り上がる、盛り上がるよね。そんなプレイヤーになりたいっすよ、僕は。まっちゃんはそんなプレイヤーではないよね。そうっすね。林に入ったら、うん、漏れなくダボス。いやいやいや、なるべく林に入れないようにしたいからね。林には入れたくないですよ。そうっすね。じゃあまっちゃんから行きますか、もうこのまま。そうっすね。はい、ちょうどよく虫が、虫手で掴んで掘ればいいや。そうっすね。カナブンじゃない、なんかよくわかんない虫だったね今。まあ、噛んだりはしない虫でした。そうだね。噛んだりしたら怖いけど。手いかれる。これ結構ふっくらいんだな。うん、よし、こんな感じで。上がってこないのか。 OK。 はい、
今度ワッホさんのあんま曲がんなそうな感じがする。曲がんない感じですかね。最後右に1球走これます。じゃあどう、僕だったら、うん、僕がワッホさんのキャディしたら、うん、右ちょっと最後行くと思いますとか言っちゃいそうですね。言っちゃうよね。はい、僕がもしこれキャディしてて最後あるかなって言ったらありますって多分。そうだね、絶対言いますね。左に引っ張った。それはちょっと僕が求めてるパターじゃなかったですね。ちょっと引っ張ったからやっぱりね。そうですね、うん、引っ張ってもやっぱり右に来ないってことは渋いパーパットですね、うん、でもさ、はい、なんか5分くらい残るよね。ほんとあとちょっと弱かったらまあ、ほぼ OK じゃん。ほぼ OK なんですけどね、これちょっとがでかいんですよ。ここだったらだいぶ違う。違うんですよ、お先とかいけるラインなんですけど、うん、これがまたねゴルフの面白いところ。うん、ナイスパス。だからまあ嫌がっちゃいけないんだけど、はい、バーディーパットをしっかり打って。そうですね、これ嫌がっちゃいけないんだけど嫌だよね。嫌なんすよ。こんくらいあるからさ、結構ツアー選手権見てたらさ、はい、やっぱ速かったじゃん13フィートで。そうですね、みんなあれくらいスッて行くのよ。行きますよね、だって13フィートあったら、うん、これ止めるなんて無理ですよ。だから難しいね。難しいです。だからあれぐらいは、うん、もう覚悟してないといけないじゃないですか。そう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 、だから普段まあ結構OK 出したりしてやってる人は、はいはい、あれぐらい嫌かもしれないけど。嫌っすね、うん、OK も、うん、本当に、まあ、だからあれの半分ぐらいの距離で OK 出してるぐらいだったらまあいいですけど。そうだ、ね、本当にワングリップちょっとだね。あれこのままいけるね。このままいけるっすね。ワングリップぐらいだったら、はい、まあ OK だよね、まあ、でもやっぱりワンクラブあるとこれぐらいってさ、はい、嫌だよね。嫌ですよ、ちょっとずれたら外れるですよ。この間なんかどっかのコースの80センチ上から激下りのパター嫌だったもん。あの奥の最後だ、前半の。嫌ですよね。でもゴルフって僕の方が遠くて、僕パッて打ったらライン良くてタッチも良かったから。そうだね、セット終わったのに近いワッホーさんがピンチになるっていうね。ピンチになってんすよ、ほんと。はい、わかんないですよ。じゃあ8番ホール、はい、103や、まあそう、100ヤードですね。100ヤードだっけ。はい、ここに雲がいるから飛んじゃ。もうピンはね、この右端です。103ね、これ52で、はい、まあ、さっきと同じぐらいなんだけど。そうですね、これはあれ、風が右からなんですよ。そうか、さっきはね、奥から戻してたんですよ。戻しましたね。ちょっと戻さないように。じゃあイメージ的にはピンの手前に落ちるとですか。まあ、ピンぐらいでね。でもう戻さないように、はい、これ戻っちゃうと多分手前は戻っちゃうから、手前から手前で結構傾斜あるんですよね、うん、ギリギリ攻めていく感じで。わかりました。100、はい、うん、奥から戻しちゃった。僕も今、うん、ナイスと言っていいのか分かんないけど、まあナイスです。奥から戻っちゃった。でワッホーさんの52だと、うん、奥から戻した方が、まあ、ちょうどいいはいいんだよね。距離的に僕だと100ぐらいじゃないですか、うん、ぴったりぐらいなんですよ、その奥から戻すって感じじゃないんで。そうかワッホさんはどこから戻す選択ですよね。僕はだから本当52で、うん、ぴったりなんで、うん、戻らない感じで。これさ、一応ピンの右左どっち打つとかあるの。まあ、風が右からなんで、うん、ワンピンに打ち出すのはちょっと嫌だかなっていう。どういうこと、左ワンピン左に打ち出すのは、まあ、ピンぐらいに打ち出したいね。そうです、うん、でもピンより右に
カスッとはダメだから、カスはダメなんで。でもこういう時ね、カスがダメってことはやっぱ捕まえる動きが必要だから、ちょっと右向いてた方がいいよね。だからワンピン左に向いて打つってことはしたくない、したくないよね。はい、 OK。 50ミリでワンピンかちょっと右ぐらい向いて、うん、右に打ち出すイメージをね持って、そうですね、ギリギリしっかり打っていきたいと思います。カスってなった、でもちょうどいいっすよこれ、ほら OK、カスってなったじゃんね。ちょっとカスってなりましたけど、でもピン狙ってるからそうそうそうロフトが立ってるのよ。そのこれさ、はい、左向いてカスってなったらこう右にベラベラやっていくけど、そうっすね、右向いて捕まえてカスっていうか今ちょっとこうちょっと上に当たったんだよね、はい、そうするとロフトが立つから、そうっすね、うん、だけどそういう時って意外とロフト立って当たってるから距離感がそうあるんだよね、ま、前にツンって跳ねたりしてさ、そうなちょうど良かったりするんでね。だからこの辺がやっぱ豆ですね後付けですね、随分視聴者の方たちみんな盛り上がってます、ね、盛り上がってます、みんな映ってます、見て見て、あれ映ってます、あれほらチップ師匠したらしいですよ。チップ師匠、はい、取ってなかったよ、チップ師匠っすよ。あれ一人いない、あれ一人いないっすね、一、はい、人いなくないっすか、あ、時間が、はい、あ、そうなんだ、あそうなんすね一人急にいなくなっちゃった、何の時間だったんですかね。1時間半かけてきて一周回って途中で帰っちゃったのかな。そうなんすか、なんだそんな言ってくれればね、あ最後挨拶ぐらいしたんだ、そうっすよね、挨拶ぐらいして、挨拶もせずに帰ったんすね逆にあれまっちゃんナイス、ありがとうございます、最高です。いやミスをコントロールしたっすね、ミスをコントロールですね、はい、逆に多分、うん、カステラってわけで、うん、戻んなかったっていう理由もあるかもしれない、確かにねナイスで、ありがとうございます、うん、今日なんかこのホールいいですよね。ああ、さっきもバーディー取ってたね。そうなんです、多分ほとんどバーディー間違いない、さっきちょっと左から外したけど、うん、全部バーディー取れてるんですよ、多分50人でちょうどいいんですよね、ちょうどいいんだね、はい、じゃあほぼ OK だけど一応打ちますかバーディーパットなんですね。めちゃくちゃピンがこっちに傾いてるんで、はい、マークします、マークしますいい、抜いてあげるよ、本当ですか、うん、ちょっとあのワンボールもなさそうな、いけいけ、ささくれなんかどうしたんか、事故ってますよこれがさ、はい、これギーってやったらさ、はい、ささくれが、あそういうことですか、うん、よし、オッケー、ナイスバディ、ありがとうございます、あ、そうですね、ちょっと待ってください、はい、はい、よし、サンキュー、お父さん奥から戻してるな、そして2,3 ヤード戻してる、戻したくないとか言って戻してる、傾斜がすごいからな、うん、信用ならないわプロゴルファー、気づけば全てをしたからなさあ、左のあんまり切れないか、まあ下りでちょっとオーバー目に行くんだったら切れないですよ ね、ジャストタッチだと切れるかもしれないですけど、あんまりもその深く読んでオーバーするっていう、うん、一番最悪なやつですね、最悪なやつだったねもう絶対入んないやつ、まっすぐしっかり打たないといけなかったねじゃあ一旦最初、そうですね、ここでこう今回あのずっと投手だったんで、投手だったね、あの前回ってる人いるんで、はい、いけないんで、じゃあここで一回切りましょうかね、わかりました、はい、はい、じゃあ9番ホールなんですが、はい、ピンまで115でしたね、そうですね、115ヤード、はい、松さんは何番で打ってますんですか、僕はピッチングで、ピッチングで、はい、抑える感じですか、抑える感じですね、ピンが手前で115なんですよ、はい、まあ、できれば右手前のフックラインで仕留めたいと思ってるんですけど、仕留めたいね、はい、間違いない、ちょっとここから行っちゃいましょう、ここからで風も右からだから、うん、まあ、抑えてあんまドローはさせたくないかなっていう感じなんで、はい、上がりました、ピンか若干右ぐらいを
まっすぐって風でヒュリショットきて右手前についてバディバディ、もうイメージできました。お願いします。はい、バディです。これはちょっと弱いのか、ちょっと弱かったです。ナイスショットです。でもここが思ったより下がないです。先が下なかった。はい僕は、はい、52で。52ですか。うん、52ですね。うん、フルショットですか。52、はい、ドゥルース。ドゥルーで、ドゥルーで右からのイメージだよね。でこう右手前につく。でも今日スライスラインが入ってるって言ってましたよいやでも今のところ深く読んじゃってるからさ。確かに。ここは右手前が。右手前ですね。115。はい。ちょっとしすぎて左ワンピンでした。スライスライ。いい球だった。そうですね。ナイスショス。うん。まあそういうマークは全部はいかないと。いかないけど、まあいいとこね。はい。ワンアンダーで。そうですね。あれ、俺今スコアなんだっけ？イーブンですよ。イーブン。はい。そうだよね。そうですよ。ワンバーディーワンボギー。僕もワンバーディーワンボギーです。そうだね。はい。先にボギー来たもんね。先に僕だって1番ボギーですもん。あ、マッチャン一番ボギーだっけ？はい。で、今そこでバーディー取ったんで。ワッフォーさんどこでボギー打ったの？あ、スリーパットか。そう、スリーパット。スリーパットしてすぐバーディー取ったんだよね。そうですね。うん。バウンスバックですね。バウンスバック。出だしパーパーパーか、俺は。そうですよ。ん？パーパーパーじゃない？パーパーパー。ボギー、バーディー、パー。うん。パーパーって。パーパーか。はい。最後入れて。ワンアンダー。ワンアンダーで上がりたいね、せめて。まあ、ショートコースとはいえオーバーパーをしたくないですよね。そうですね。どんなコースもオーバーパーをしたくない。まあ、俺もまだちょっと距離あるけど、チャンスのあるパットだ。障害物ありますよ。障害物あります？うん、前にバンカーですね。なんであれはが葉っぱ、ずっとスライスなのか、うん、フックスライスなのか。ずっとスライスか。ずっとスライスだ。ずっとスライスですか。ずっとスライスっぽいですね。はい、最後出れば入る。あれ引っ張ってんのか。引っ張ってますね。引っ張りがちですね、僕たちは。まあおっちょい、そうですね、うん、引っ張ってタッチがいいんですから。だったら強く打ちたいねアルビアンドミスはあります、間違いない。よいしょ、最後スライスライン。もう左内っかだな。内っかっすね、うん、これカップ外して読んでたら入んないっす。入んないね。はい、僕がキャディだったらそうやって言うっすね。お母さん、こんなカップ外して読んでたらもう入んないっすよ。だから息合ってないからねそんなもう縁で打ってくださいよって言いますね。縁で、はい、うん、ナイスバディス、ありがとう。ということで、はい、今日は、まあ、今回はね、はい、のんびりと
9ホール見ていただきましたけれども、そうですね、まあ、いろいろ宣言しながら、そうですね、僕が1アンダーのまちゃんパープレーで、はい、まあぜひね富士ゴルフパークにね遊びに来てもらって、はい、で宣言しながら宣言しながらねやっていただいて楽しくね、はい、やれるコースなんで、はい、まあ、僕たちも今日も4周やってね、もうお腹いっぱいですね。もうくたくたですね。まあ、でもこう視聴者さんと少しこう交流の場をね、はい、まあ、持てて本当にまあ楽しかったし、はい、まあ、またなんかどういうことで悩んでるかっていうのをまあ少しこう見えた気がするんで、あ、そうですね、うん、まあ、その辺をまた動画にね、はい、していきたいなと思います。はい、ということでね、今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお願いします。またお願いします。